こんにちは、日向イ一です。今回は、ヨハネの福音書の14章の16節そして17節から、三名一体の精霊ということで、考えていきたいと思います。ヨハネの14章、16節と17節です。そして、私が父にお願いすると、 父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。要はこの方を見ることも知ることもないので、受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、 また、あなた方のうちにおられるようになるのです。はい、ということで、これはイエス・キリストが最後の晩餐の時に弟子たちに教えを語られた中の一部になります。ヨハネの福音書の13章から17章までは、 このイエス様と弟子たちとの親しい交わりの様子というのが記録されているわけです。で、この後にイエス様は逮捕されるということが、キデロンのその谷の向こうに出て行かれたと、まあ、18章の一節にありますけれど、その前にイエス様は杉越しの食事を弟子たちとされたわけですね。で、その中で、 まあこの三名一体の神様について、まあ、特に聖霊なる神様について、まあ、イエス・キリストが語られる、まあ、そこがえこの14章からまあ16章までの,あのところになるわけです。で、えー、三名一体について、まあ、あの少しご,せご説明すると、 聖書の神様というのは、まあ、三位一体の神だというふうに考えられています。まあ、理解されています。で、それは、えー、唯一の神が、えー、と三つの威嚇を持っておられるというふうに、えーまあ、理解されるわけですね。 ですので、えっと、多神教ではない、三つの神がおられるわけではなくて、三つの神々がおられるわけではなくて、えー、一人の神、まあ唯一の神様が、まあ三つの威嚇を持っておられる。で、これ自体が、まあ人間にはちょっと理解できないことなんですね。で、 まあ神学というのはそのようなものというか、まあ、聖書を体系的に捉えようとすると、えー、人間の言葉とか人間の概念では、えー、うまく説明ができないというところが出てくるわけです。でそこが、まあ私、まあ多くの人はそうですけれど、あのまあ、聖書が啓示の書と言われる、まあ誘というか、まあ、本当に神様がおられて、 その神様がご自身の一部というかを私たちに掲示してくださるでその掲示というのは神様を私たちがある程度は理解できるんだけれどその完全に理解することはできないということなんですよねでそのうちの一つ、まあ、特に難解であるといわれる概念というのがこの三位大の神ということなんです でまあ、私自身はあのカウンセリングの働きをしていますけど一人の人を理解するっていうこともとてつもないすあのことであってあの不可能なことなんですよね。その人の本当の心とかその人の本当の姿っていうのはあのカウンセリングで心の内を聞くという仕事をしている私にとっても、まあ、謎なんですよね。 でましてや、まあ、人間ですらそうなわけですからあの神様が私たちの理解を完全に超えていて神様がご自身を明らかにしている聖書を通しても神様を「はああこういうことなのねああなるほど」というふうにあの私たちが理解できないというのは当然なんですよねでそこで、えー、と一つの極端な反応っていうのは、まあ、そんなの理解できないんだから考えてもしょうがない 三位一体っていうのは理解できないんだから、まああんまり考えないようにしよう。まあないものとして無視してしまおうというのが、まあ一つの極端な考えですね。そしてもう一つは、えー、三位一体のことで悩み続けるということですね。いや、わかんないの、なんだろうなんだろうなんだろうって言って。 で私自身は、まあ、聖書全体もそうですけれど、聖書の一つ一つの概,、ね、概念もそうですけれど、わ、まあ、かる部分はしっかりと捉え、わ、まあ、からない部分は、まあ、私たちが完全に知るようになるときに、えー、取っておくということですね。でイエス様が、まあ、私たちにこのように語ってくださる部分も、まあ、そういうことを表現しているわけですね。 で私たちに必要なことは十分理解できるということなんです別の言い方をすれば私たちが理解できることを私たちが理解できるようにイエス様はそして聖書は父なる神様は語ってくださっているわけですねで、えー、とそ,それですので私たちはそこに取り組んでいきたい、まあ、この 今からお話しする内容を通しても取り組んでいきたいと思うわけです。で、えー、テキストに戻りますけど、そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。 ここに三位一体の神様が、まあ、三人とも出てこられるわけですね。イエス様がここで語っておられます。まずイエス様が、私がというふうにおっしゃってますね。イエス・キリストが。で、父にお願いするとという、この父は父なる神様ですね。で、父はもう一人の助け主をお与えくださり。 ここに、あの、助け主という、えー、もう一人の存在が出てくるわけです。で、これが17節を見ると、この方は真理の御霊です、というふうに書かれてますので、御霊なる神様、まあ、精霊なる神様である、ということがわかるわけですね。ですから、ここでもうすでに、あの、三民体の神が、この16節の中に表現されているわけです。で、別のところでは、父の元からとか、 私が使わすとか、イエス様がですね、イエス様が使わすとかいう表現があるので、その辺のところというのは、あの、どういう、まあ、エコノミーというか、どういう形で、どういう手段でっていうのは、あの、まあ、はっきりとはわからない部分がありますけど、ここで見ると、イエス様が父なる神様にお願いする。で、そうすると、 もう一人の助け主を父なる神が、神様が与えてくださる。というところがわかるわけですね。で、もう一人の助け主ということなので、あの、もう一人ということは、もうすでに一人いるということですよね。で、それは誰かというと、あの、イエス様なんですよね。 イエス様を神様は私たちのために与えてくださったわけです。そしてイエス様プラスもう一人、助け主として聖霊なる神様を与えてくださるということがわかるわけです。そして、 その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいますと書いてあります。で、この助け主というのが、この言葉自体がですね、パラクレートスという言葉なんですけれど、パラクレートスというのは、あのパラっていうのは、あの隣にとかそばにっていう意味なんですね。で、クレートスというのが、あの助ける、もしくは呼び出されるものという、 言葉ですので、そばに呼び出された者。そばにいて助けるもの、まあ、英語のえっと聖書だと、アヘルパーっていうふうに書いてありますね。でイエス様は、私たちを助けてくださる方ですよね。私たちを罪からあがなってくださる方。私たちを罪の罰から逃れさせ、 命に入れてくださる。そのような助けをくださる方なんですよね。で、この聖霊なる神様も私たちを助けてくださる方だということがわかるわけです。で、その助けてくださる助け方というのは、あの、まあ、今後、えー、一つ一つ見ていきたいと思うんですが、今回覚えたいことは、その助け主、 イエス様は地上に来られて、私たちを助けた後に天に帰って、今、神、父なる神の右の座についておられ、私たちのために取りなしをしてくださっています。でも、このもう一人の助け主は、あの、いつまでも、このいつまでもっていうのは永遠にっていう意味なんですけれど、あなた方と共にいるようにしてくださいます。ということで、私たちと一緒にいてくださる神様、助け主だ。 ということが分かるわけなんですね。まあそういう意味であの、この方は真理の御霊です。というふうに書かれていますけど、えー、この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。つまり私たちのうちにいてくださる方。 で、私たちは聖霊の宮だというふうに、第一コリントの六章のところで書かれてますね。つまり、私たちの中にいてくださる。私たちのうちにいて、私たちを助けてくださる方なんだ。これは私たち信仰者としての命、歩み、それを助けてくださる方。そのような方を、イエス様が私たちのもとに使わせてくださって、今、 イエス様を信じる私のうちにこの方がいてくださるということなんですね。私たちは一人じゃないんです。私たちを助けてくださる、内側におられる、聖霊なる神様を与えられている、お与えくださりとあります。お与えくださったんですよ。父なる神様が。まあ、そのような恵みに預かっているということですね。 助けが必要なんです。私たちは罪深いもので、自分の中の罪深さから自由になることができない。悔い改めることすらできない。そのような弱いものですけれど、助け主は助けてくださる方。私たちが信仰障害を全うして天に帰る時まで、いつまでも共にいてくださる方。そして私たちは永遠に 天の御国に入った後も聖霊なる神様と共にいるものとされているということを覚えたいと思います。では祈ります。天のお父様、助け主、もう一人の助け主、三味一体の神様の第三威嚇、聖霊なる神様私に与えられていることを覚えてありがとうございます。聖霊によらなければ、 誰もイエスは主ですということができないと聖書は語ります。御霊によって生まれなければ神の国を見ることができないとイエス様ご自身もおっしゃいました。私たちがイエス様を信じることができたこと、そして天に帰るまで信仰が守られること、すべてこの助け主なる、聖霊なる神様の 見業でああることとを覚えてありがとうございます私たちがさらにあなたを知り、聖霊なる神様を知って、喜びを持ってあなたと、また、隣人に仕えることができるように、助けてください。感謝して、イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。それでは今日ここまでにしたいと思います。ありがとうございました。